リー・ラジビル、キャロライン・リー・ラジウィル・ロス、キャロライン・リー・ブーベジェキャンフィールド・ラ・ドザウィル・ロス、1933年3月3日から2019年2月15日は、ソーシャライト。ファッションアイコン、ファッションアイコン、ファッションリーダーのこととしても知名度がある。出版王の息子、マイケル・キャンフィールド、ポーランドの大貴族、ラジビウ家の末裔デる、そして映画監督、 ハーバートロストの三回の結婚生活や、アンディ・ウォーホル、トルーマン・カポーティの取り巻きとしても知られた。性の表記について、ラジブイルよりもラジビーブ、あるいは英語では、ラジブィルが用いられる。アメリカ東海岸のサウサンプトン生まれ、ジャクリーン・ケネディオナシスの三歳下の実妹で二人姉妹。裕福な家の出で、株の仲買人であり、遊び人としても知られたと不動産業を営む。 経営の娘の次女キャロラインとして生まれた。父方の先祖は南仏の家具職人で1815年にアメリカに移民後、副業の焚き木販売のために購入した辞書から石炭が取れることがわかり、これで気づいた財により不動産投資にも成功して不合となった一族である。父親の女遊びと飲酒癖を理由に1936年に両親は別居。 1940年に離婚、姉と共に母親に引き取られる。母親は1942年にスタンダード石油の重役一族で株仲買人のと再婚した。からサラローレンス大学に進んだが、2年時にイタリアに絵を学びに行き、1950年にハーパーズバザー氏の名物編集者、ダイアナ・ブリーランドの女子となる。姉ジャクリーンと共にパリに留学し、 1951年に二人で帰国した。1953年秋、マイケル・キャンフィールドと結婚し、結婚は同じ年の9月に結婚した姉より先だった。マイケルは、老舗出版社ハーパース、現、ハーパー・コリンズの重役の養子で、チェイス・ナショナル・バンク、チェイス・マンハッタン銀行の前身討取りで1953年に中英アメリカ大使となったの施設秘書として、 ロンドンで暮らした、離婚後ハーバースのロンドン市代表となる。マイケルの実母は、アメリカ社交界の花形で後に、重度の麻薬中毒で、等身自殺した、生物学的な父親は、ケントコウジョージとされているので、もし、そうであれば、キャンフィールドは、英国女王エリザベス2世紀のいとこということとなる。その後、マイケルとは1959年に離婚したが、ローマカトリック教会から、 アムルモンと婚姻無婚が宣告されたのは1962年11月のことだった。1959年3月19日、二度目の夫である20歳上のポーランド貴族で英国武道産会で財を成したスタニスラス・ラジウィルと略式結婚した。スタニスラスは二度目の妻グレース・マリア・コリン、グレース・マリア・コランと1958年に離婚したが、リー自身も キャンフィールドと、まだ夫婦だった1957年から、スタニスラス・ラジウィル交際していた。なお、ィーとスタニスラス双方とも経験な、カトリック信者だったが、キャンフィールドとは1962年と、その後すぐにコイン効が宣告されたのは、義兄、ジョン・カイ・ケネディのおかげだったとのこと。また、不倫関係にあったアリストテレス・オナシスと結婚するつもりでいたが、ほどなくして、 姉ジャクリーンに奪われる形となった。その後、スタニスラストも1974年に離婚が成立した。スタニスラフとの間に二次を設けた。スタニスラフと婚姻中の1962年3月、アメリカのファーストレディとなった姉、ジャクリーン・ケネディとイギリス、インド・パキスタン訪問に同行する。1960年代には、カポーティ始めるドルフ・ヌレエフ、マーゴ・フォンテイン。 セシル・ビートンら社交界のセレブたちと進行し、彼らの勧めもあって、女優としてのキャリアを求め、王立演劇学校などの教師から演技を習い、カポーティの紹介で1967年に、シカゴで舞台版、フィラデルフィア物語に出演するが、低い評価しか得られなかった。その後、カポーティ脚本のテレビドラマ版、ローラ殺人事件にも出演したが成功したとは言えず、 それ以降は芸能活動から遠ざかった。カポーティとの蜜月も終わりとなり、ゼッカによりカポーティがゴアビダルから名誉毀損で訴えられた際にも証言を拒否している。ゴアはジャクリーヌ・キャロライン姉妹の系譜、オーン・クロスと前妻との子で、その縁でケネディ政権の芸術顧問を務めていた。スタニスラス・ラジウィルと暮らしたロンドン・ウェストミンスターにある。 バッキンガム宮殿から四番地ほど南側の邸宅、タウンハウスとのマナータービルグレインジ、オックスフォードシャーの邸宅、マナーハウスは建築家の装飾によるものであった。メディアに取り上げられてから大衆の同系の的となったが、彼女自身も1976年にインテリアデザインの会社を起こし、短い期間であったが、インテリアデコレーターとして働いていた時に、モンジャルディーノに、 多くの影響を受けていた。彼女の顧客は富裕層ばかりだが、彼女は一度、一年に三日と家に行ったことことがない人たちのために、家を装飾したと述べた。1988年9月23日、彼女の三度目の夫、ハーバート・ロス、ロスにとっては二度目の妻となるがとは、2001年に離婚の後ロスはすぐに亡くなった。また、ロスとの結婚後、ジョルジオ・アルマーニと、 生き統合。彼女の社交界の人脈で1986年から1994年までジョージ・アーマニーの PR に動いた。ロスと離婚後、子供たちの父親である2番目の夫のセーラ・ジビルを再び名乗る。2003年、ハッピー・タイムズを出版、自らの反省を綴っている。2008年、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章・シュバリエ賞を受賞した。 2009年、雑誌、エルディク・ア・エルデコ2009年秋号において、居住する、パリ16区とニューヨーク5番街の2つのアパルトマンが、特集された。2013年3月、ガーディアン神で、50代以上のベストドレッサー50人の1人に選ばれた。2013年6月、ソフィア・コッポラの映画、ザ・ブリングリング・ブリングリングやロストの死生活ことについて、コッポラから、 インタビューされた。2019年2月、ニューヨークの自宅で85歳で死亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。